人間国宝金重東洋氏の弟、桃山時代の印旛焼飛騨漉に魅せられ、その再現に力を注ぎ、独自の窯で焼成を試み、電気窯による桃山家の飛騨漉を完成させた金重塑山氏。飛騨漉の名手である作者らしい色絵のように鮮やかに広がる火色が美しい本作。伝統の重みにとらわれることなく、新しい備前焼を展開された作者らしい彩りの器です。